人頭勢の、ね、廃止を願って、歌った曲ですね、ホラー村のマウシたちが直訴弾が起きながら戻ってきたら、このね辛い人頭勢もなくなってですね、春水の港の、砂さえもね、泡になったり米になったりするよ、島のね、兄さんたちはね辛いね畑仕事をしなくても済むよ、大神島のねこう後ろの、ヤビジのですねこう白波が糸になってね登ってくるから、女たちはですね辛いね旗織りの仕事をねしなくて済むよっていうですね、人頭勢からのね解放をね、願ってね、祝ってね作った、歌ですね。なので何百年間のこう解放のねこのね歌っていうか踊りなんでね、はい、人頭勢廃止、中村十作さんがですね、新潟から来た中村十作さんが、宮古島のためにね、本当に自分のいろんな事業資金とかもね全部使ってですね10年ぐらいかけて、このね人頭勢